待ちたまえ。君は私が見えているだろう。やっと私を認識してくれるものに出会えた。私はナバール、東の帝国の気高き侍だったもの。フリンと共に戦っていたこともある。訳あって死んでしまったが、私にはもう行く場所がないのだ。君は見たところ子供のようだが、この際仕方ない。君が嫌と言っても一緒についていくぞ。ナナシ、どうしたの？独り言が聞こえたけど。その娘には私の高貴な姿や声を認識することができんようだな。まあいいか、早く依頼人のとこに行こう。上野に行くには禁止公園を抜けないとね。私を頼りたまえ。あ？ねえ、そういえばナナシ、あれ忘れてない？せっかく正式なハンターになったんだから、ちゃんとあれをやらないとダメだよ。もう、あれだよあれ。ピッてやってパーって広がるあれ。これをやってこそ正式なハンターって感じだよね。それじゃあ気を取り直して上野に向かおうか。私の活躍を見ていたまえ。
私の活躍を見ていたまえ。見つけたら紹介に報告しないといけないんだよ。スマホで個人のデータにアクセスして紹介に該当の人が死亡したことを報告するの。報告すると個人が保有していたアプリポイントを譲ってもらえるんだって。私たちも一発の人外ハンターとして死んでいった仲間の分も頑張らないとね。
やるではないか。 悪魔が来た。おすすめ合体よ。 ではないか。
あ、ちょっと待つのよさ。あ、あなたたちが私の依頼を受けてくれた人たち？じゃあ、あなたがクライアントの、のぞみさんですか？え？あ、うん、そう！私は、のぞみのクライアントなのよ。早速なんですけど、誰と誰が、どこで喧嘩してるんですか？依頼文には、喧嘩を止めてとしか書かれていなかったので。そんなの、妖精の森に決まってるのよさ。妖精の森？で、どこ？東京？妖精の森へは、ターミナルを使えば行けるのよ。ターミナルか。でも、確かあれって、登録した場所にしか行けなかったはず。だから、妖精の森へ行こうにも、そのターミナルに行ったことがないと。のぞみから借りたのぞみのスマホを使えばよいのよさ。え？ああ、依頼人さんが連れてってくれるってことですか？うん？私はのぞみじゃな、そうなのよ。私がのぞみで、のぞみは私なのよさ。そんなことより、依頼の話をするのよ。本当に、のぞみが困ってるんだから。どうしよう、ナナシ。この依頼、怪しいよ。クエストを続行する？それとも。依頼を引き受けてくれるの？本当にありがとうなのよ！まだ感謝してもらうには早いよ。私たちの仕事はこれからなんだから。それじゃあ早速だけど、ターミナルに行くのよさ。この街のターミナルルームは、地下街の奥にあるのよ。何の用だ？だな。あとのこと。よ。お互い生きてまた会おうや。へん？はっ、とっとと出せ。まだ用が。まだよ。まだ。まだ。まだよ。今度はもっと打賃をもらってきな。
ターミナルなのよ。まずは上野のターミナルをスマホに登録っと。面倒だな。おい小僧、ターミナルは俺が勝手に登録するぞ。サーチモード実行。情報を解析。該当ターミナルとのリンク完了。登録ターミナルへの転送が可能になりました。ターミナルで転送できる場所は登録済みのターミナルだけ。登録はその場所のターミナルを介して直接行わないとダメなんだって。錦糸町ターミナルは親父が最初に設定しておいてくれてたみたい。登録した場所にしか転送できないとは、面倒な仕組みにしたものだな。妖精の森にはのぞみのスマホで行くの。とりあえずあなたにスマホを渡すのよさ。え、スマホもらっちゃっていいの？あげたわけじゃないのよ。のぞみの後で返してもらうのよさ。あ、うん、そうだよね。じゃあ転送先選択で代々木ってところを選ぶのよ。ここは上野ターミナルです。転送モード実行。転送完了。